えー、ここの二年軸はですね、えー、今から4年前ですね、2020年4月1日にですね、えー、スタートします。この時期ってご存知ですよね。コロナ、コロナなんですよ、まさしくね。 コロナがあのやってきたときに、私の仕事がパタッとすべてなくなっちゃいました。本当にね、各仕事がね。で、それをですね、何、えー、とかしなきゃいけないなということで、一人でですね、オンラインの似顔絵講座を始めたのが、この4月1日スタートの塾です。ここにはですね、としちゃんとかかちこさんとかですね、私の,あの古くからのですね、えー、ご生徒,生徒さんも参加していただいて、始まったのがこちらです。で、これがですね、えっ、ー、と、現在はですね、 えっと、オンラインでですね、日本中とね、世界の方ともね、つながりながらですね、教室を今展開している最中です、えー。トークはですね、イタリアからですね、参加していただいている生徒さんもいらっしゃいますし、えー、あ4年間でですね、随分広がったなと。 えー、延べではありますけれども、延べ100人ぐらいがですねこの教室でですね、えー、受講を受けていただいたことがございます。非常にですね、えー、まだまだではございますけれども、あのー、オンラインでつながることによってです、ね、いろいろな仲間がですね、えー、増えてきたなというふうなことを感じております。えっと この二階塾はですね、現在、論教室がございまして、えー、っと、中村、今日のですね、プレゼンをやらせていただいている中村教室、そして、田中貞之教室、そして、川尻教室、そして、松前教室ですね。この四つがですね、今、教室として展開している、あの、最中でございます。それぞれにね、あの、生徒さん、あっち行ったり、こっち行ったりいる人か、あの、しながら勉強してるっていう感じですね。 そして、えっと、心似顔絵というか、似顔絵をですね、えー、練習する上で重要なポイントがあるんですね。まずですね、あんまりこう難しい顔をせずにですね、楽しんで抱書きのように描くと。今日の王様メロンさんのあの絵なんかね、まさしくそんなような感じがしてとても良かったです。そして、早く描くですね。今日時間短いですよね。1分で描けとか2分で描けとかいうことで、あんまりね、悩んでちゃダメなので、短い時間で描くこと大切ですよと。そして、えー、もうとにかくたくさん描くと。 いうこともポイントになります、えー。うちの教室とかね、田中教室でも、ものすごい毎回毎回たくさんの数を書いております。もう一つポイントとして大事なのがですね、みんなで書くいと,でということです。こういうことです。こういうことね。みんなで書くとですね、まあみんなで書くことで楽しさが倍増になりますよね。そしてみんなの絵を見るということです。今日みんな見て,見ててますよね。で、そういうところを見ながらですね、そして良いところはパクる、な <laughs> いう言葉があるんですか、真似るですね。 良いところは真んることによって、あ、あ、その、あの人のあの、あそこの部分良かったよね。ちょっと今度やってみようということでやること、やることが大事なんですね。これができるからこそ、こうみんなでやる価値があるというのが、ここの似顔絵塾でございます。そして、えー、ここの似顔絵塾にはですね、えー、っと、この他にですね、えー、っと特別講座というのを、あのー、開催しております。 その一つがですね、え、田中先生、え、からあの、マせまや先生がですね、実習していただけるプロの、プロ講座ですね。で、元を移してですね、えっ、ー、と、水際の書き方とかですね、そういうやり方をやる、通常の教室とは違うですね、特別教、講座というのを、えー、時折開催しております。そして、えっ、ー、と、 たくさん書くということをね、えー、お話をさせていただきましたけれども、年末にはですね、えっ、ー、と、108人書くというですね、12月30日恒例のですね、もう2回やっておりますけれども、108人書くまで帰れませんよというような感じで、そんなようなあのことをやっております。今年もですね、あのあ、去年ね、あの、やらせていただきましたけれども、全員書いておりました。全員108人書いて、えー、年の瀬を、あの、送りました。 そしてですね、これ田中先生がやっていただけでですね、あの、似顔絵ゲームというのを時折これも開催しております。ね、似顔絵をあの、いろんなやり方があってですね、逆さまにして書くとかね、いろんなあの、意地悪なゲームをですね、田中先生主体となってですね、やっていただいた経緯もございます。 そして、えー、今年初めてですね、えっ、ー、と、2024年ですね、えー、8月ですね、夏にですね、えー、心こ似顔絵塾が主催となった展覧会を期待あの企画しております、ね。これ今からですね、今からで、えー、これからあの皆さんが作品を書いていただいて、まあ、名古屋でやるんですけれども、えー、皆さんで書、えー、いた作品をあの飾るというようなことを、えー、やっております。さて、 それだけじゃなくてですね、えー、似顔絵のですね、資格を取るというようなこともサポートしておりまして、それがですね、えー、先ほど私のプロフィールの中にもありまして、似顔絵検定というのが、あの、この世にはありまして、もう17年近くですね、えー、続いている、あの、まあ、優秀正しい、あの、似顔絵の検定なんですけれども、それを受講するためのサポートを我々の方で顔見合格ということで、えー、田中先生筆頭にですね、4人の先生がですね、えー、この、 講座の、えー、指導にあたってですね、えー、皆さんの注意を取るためのサポートをする勉強会をですね、独自に開いております。我々、私がの理事ということもあって、過去問を手に入れられますので、その過去問をですね、十分に使ってですね、やる勉強会でございます。はい。さあ、ここの似顔軸をまとめると言うと、こうなります。 周囲、えー、の部分がですね、えーとまあ、あの悪い部分ですね、まあ、コロナで始まってますから、ね、コロナがあった時にに、まあ、解雇が始まったり、ですね、えー、人間関係にぎくしゃくしたり、今、物価高騰になってます、健康不安もあります,よすし、まあ、老後の問題も気になる人がいるかと思います。そして、居、まあ、心がないとか、自信がないとか、趣味がないとか、友達が少ないとかっていう、ね、そういう悩みもあるかもしれません。 プロでもですね、AI やアプリでですね、簡単に似顔絵ができる時代です。もうね、あの生成 AI があるじゃないですか。ね、我々の作品としての似顔絵がいらなくなっちゃう可能性だってあるんですけども、いやいやいや,いや、見てくださいよ、この似顔絵の中をですね。我々は手書きで短時間作画をしています。そして、 今日ね、皆さんの感想は伺える時間なかったので聞いておりませんけど、感想シェアというのがあります。これは話すトレーニングになりますし、聞くトレーニングになります。これはコミュニケーションを取るために大切なあの手法でございます。そして、良いところを見つけてすぐ褒める、微点即答という考え方を作ってやっております。それをやることによって、えー、私にもできるという自己肯定感が生まれてきます。 この心似顔塾はですね、ただ絵を学ぶ場所じゃなくて、幸せを感じる時間であり、場所でありたいなという思いで、私は田中先生とともに4年間、5年間作ってまいりました。そしてそれだけじゃなくて、ゴール設定があります。身につけた真偽で周りを幸せにするです。これが一番大事です。これがないとですね、ただ習っただけで終わっちゃうということじゃないんですよ。では、心似顔塾で何やってるかということですね。 あの課外活動です。さあ、紹介していきます。今日来ていただいたトシちゃんというね、もう5年目ですね。この方はですね、もうあの入ってから、めきめき、メキメキめちゃくちゃ勉強しましてですね、1日5人ずつを何年間続けておりまして、これぐらいかけることになっちゃいました。すごい腕前です。 で、えー、もうすでにですね、2回、あのー、展覧会を、えー、開催しております。ということですね。ポしシちゃん、一言お願いします。ちょっと皆さん当ててきますよ、熟成の人。うん、はい。<laughs> 私の展覧会の様子を、こういうところで紹介していただいてありがとうございます。あ、聞こえてますあ、聞こえてますよ、大丈夫ですよ。はい。聞こえてます。そ、はい、れで、 最初これやるにあたってですねやっぱり、えー、ドキドキするんですよね。私みみたいな映画みんななんんが見てどう思うう思だろうなと,、うん、ところがあのやってみて分かったんだけどあの先生方とかここにおられる方から見るとなんだこの程度の絵画ちゅうて思われるんだろうと思うんだけど全然やってない人から見るとうわーすごいちゅう。 これなんですね。ほんであの、できる人は簡単なんだけども、やらない人にとっちゃ、私もこれぐらい書きたいわというようなことからコミュニケーションが生まれて、で私も書いてちょうだい,いう何人か出てくるんですよね。そういうことで友達も増えまして、まあ、これやってきてよかったんかなと思っております。以上です、はい。ありがとうございます。ね、素晴らしいです。どう,いうかね、もう本当にあの休みなくやっております。はい。 えと石垣イベント実習というのをやりました。えー、リアル講座の一環で、ですね、えー、全国の有志にです、ね、ちょっと愛知県に集まっていただいてやっていただきます。えー、そこに参加していただいたのはにさんいらっしゃいましたよね。はい、峰さん、一言、<ー>この件についてどうぞあ。日頃は皆さんにお会いすることがあまりなくて、であの心似顔絵塾、結構あの西寄りに集まってるんですけど、私もこの度は、えー、と東京から。 名古屋のに、さん、すごい名古屋で、あ、のまで参加できて、すごい楽しかったです。特に小学校のお子さんに似顔を書いて、渡してあげたら、すごい嬉しそうにニコっとしてくれたのが、今も印象に残ってます。はい、ありがとうございます。こういうふうにね。いはい、あの、実習としてやりましたし、その後ですね、また今度はですね、えー。これまたとしちゃんと、かちこの、今度かちこさんですね。かちこさん、した一言お願いします。身をートいていただいて。 これはねあの、トシちゃんに手伝ってもあのくださいっていうか、一緒に来てくださいっていうことで、あの横で見てて、本当に書くつもりで行ったんですけど、私も子供が好きだから書き出したら、やっぱり子供とおしゃべりしながら書くっていうのがとても嬉しくて、一人おばあちゃんがいらっしゃったんだわね。そのおばあちゃんと話してたら そのおばあちゃんが、私、書いてもらうの初めてなんですよって言われて、それで書いて、なんか言葉書きたいんだけど、言ったら、そのおばあさんがね、書道の先生やって見えた方で、じゃあ私、字なんて書けないわ、言ったら、いやいや、昔のことだから結構ですよ、って、私、これ、ありがとうって書いたんですよ、うん。そしたら、そのおばあちゃんが、まあ、私が言うことを書いてくださって言って、喜ばれました <laughs>。本当にやっっぱり楽しいあの時間がきか,かったんですけど としちゃんのおかげで向こうの方に東海市の方に会えて本当によかったですありがとうございますはい、はい、かちこさんありがとうございますね、大活躍でしたねはい こちらはですね、えー、今日はね、あの、参加しておりませんけれども、えっ、ー、と、私どもの会員にですね、えー、一人親をあの支援するあの団体の、えー、ボスがいらっしゃいまして、その方とですね、よくですね、えー、と一人親支援のための,あのボランティア似顔絵をですね、えー、やらせていただいてても、あのずっと続いております。えー、非常に似顔絵っていうのは人気で、もう、あの、これが始まるとですね、すぐさまいっぱいになっちゃって、もう最後はちょっと苦しい、 苦しい苦しいっていう感じでやっておりますけれども、それでもですね、そういうような活動も、えー、ずっと続けております。ボランティア活動ですね。そして、えー、っと、これはですね、医療イベントに参加したことがございます。こちらはですね、えー、っと、 心療内科のですね、学会に我々は参加して、実は心苦顔への活動というのが、実に医療に近しいというようなことを、えー、ある方から、あの、教えていただきまして、医療従事者にですね、我々が書くんじゃなくて、医療従事者の皆さんに書いてもらうというイベントをやりました。 さあ、これ書いてもらえ、書いてもらえるかなと思ってたんですけども、皆さんすごくね、普通に書いてくれました。それで我々がそれの似顔絵の評価をするというようなんですね、そんなようなあのやり取りをしたちょっと変わったイベントをですね、えー、開催させていただきました。非常に楽しかったですね、これもね。もうい超いっぱいでした。はい。さあ、えっ、ー、と、先日のですね、えっ、ー、と、地震がございましたよね。その時にですね、まあ、似顔絵っていうのはチャリティーに直結してるんですね。 で私の方もですね、あのー、ちょっと似顔絵を描かせていただいて、えー、っとチャリティーね、まあ、ちょっとあの1日しかやっておりませんので、あのー、そんなにたくさんじゃないですけど、1万円ほど寄付させていただきました。さあ、これを見たですね、ようこさん。ようこさんの番だよ。はい。やりましたね、えー。はい、やりました。はい、えっと、ここに行かさなあのチャリティーっていいんですか、そカンパ。 私の何が得意、あこれをここで生かさな。なんでこれをここで生かせるチャンスこれこそ心かなとて思って、中村先生のまねをして、ちょっと書くから乾パちょうだいカン乾くれたちゃんという感じで、書いた人は5人ぐらいですけど、あとは顔は出せないんだけど、7500集まりました。 す素晴らしいですよだ。誰もやるとは言ってないですね。あの自分で僕の真似してやってみようというふうに、あの思ったという気持ちがありがたいですよね。本当に心がつながってるなというような感じがしました。ようこさん、ありがとうございます。うん、ますます。ます頑張りましょうね。ういはい、はい。そして今度田中先生に一言お願いしたいと思います。こちらですね。どうですか。私の番もありましたかもちろんありますね。愛知県北名古屋市のですね。<laughs> これ、小学校ですよね、今年で3年目になった、これは一大イベントでございまして、えーっと、ちょうどコロナの真っ最中の卒業生ですよね、3年前、えー、っと卒業旅行も、ですねそして運動会とかいろんな文化祭とか、そんな行事が見送りになって、中止になって、悲しい思いを、うん、<coughs> 抱きながらの卒業っていうのは、あまりにも、えー、これは、えー、っと、 辛い、悲しいことだということで、当時の校長先生が何か、えっ、ー、と、いい思い出を残してやれないか、というようなことをですね。思ってらっしゃった。そんな時期に、えー、絆絵というものをね、えー、やってらっしゃるーアーティストがいらっしゃいます。この方が、この学校で、えー、命の授業というものを課外授業でされてました。そして、似顔絵も描かれるということで、えー、先生の校長先生の思いと。 そして、えー、心、命を大事にしようとする、えー、大村さん、大村淳さんという人たちがタッグを組んで、じゃあ卒業生に将来の夢を語ってもらって、それを目の前で色紙に書こう。100人から150人ですよね、卒業生。えー、これを書いて、えー、プレゼントをするという。 これが大変受けましてですね、私たち心苦い塾からも、えー、中村塾長を筆頭に5人の講師、講師陣が、えー、12名の絵描きさんの中に入ってですね、描かせていただいた。ついこの間のことで、2月の29日だったかな ?28 日だったかなはい。伺わせていただきまして、描かて、はいこれはね、体育館の中で、 あのみんなが描いた似顔絵を掲げたところの記念撮影でございますが将来の夢12歳の少年少女たちが語る5年後10年後の夢を同じ景色を私たちは、えー、耳で聞きながらそれを絵で表してその場でプレゼントするとこれはある程度やっぱ絵が描けないとダメなんですけどもみんな最初はおぼろげな夢だったかもしれませんがそれを語り始めるとだんだん熱くなってくるんですよね。 60歳と12歳が向き合って、こうやって将来のことを語るなんてことはめったにないじゃないですか。これが面々とね、これからも続くことを祈って、とても大切なイベントに参加させていただいているなと思って、これも感謝しています。こういったイベントにも参加できるというお話をさせていただきました。はいいありがとうございます というようにですね、心似顔塾はですね、えー、いろんな活動を、えー、とアウトプットするという形でやっております。 はい。じゃあ、えーと、あとですね、まあ、私の方では、あの、YouTube でですね、えっ、ー、と、一発書きというのをですね、ここも、あの、2年近くですね、毎日、ほぼ毎日ですね、書いていると。これは何をやっているかというと、まあ、あの、熟成さんにみんなよく書けようというふうに言っておりますので、私の方もですね、それに合わせてやらなきゃいかんぞということで、自分に課してですね、こういう活動をずっとやっておりますので、まあ、よかったらですね、えー、ご覧になっていただければというふうに思います。